夢タウン、高松夢タウン高松は、香川県高松市に所在する、株式会社泉が運営する、ショッピングセンター、夢タウンの一つである。旧東洋テックス工場跡のうち、現、114銀行新事務センターを除く、大部分の土地を開発して造成された。1998年9月21日に、プレオープンした。当日は、 平日にもかかわらずこの日だけで約7万人が来店した。グランドオープンは同年10月3日で、この日は午前9時の開店に合わせて約5000人が列を作り、売上高は2億2000万円、来客は15万人を記録、一部高級ブランドの輸入品店などでは開店と同時に客が殺到し、入場制限が行われるなど店内は終日混雑した。 開業時は当時四国最大の商業施設であった徳島市の網港を抜いて、延べ床面積、店舗面積ともに四国最大となり、証券としても当初から県内全域に加え、徳島県及び愛媛県の各一部が設定されていた。2008年、愛媛県正木町に中四国最大級のショッピングモールであるエミフル正木が誕生したことにより、延べ床面積、 店舗面積は四国2位に転落した。2000年以降は大棚立地法による届出面積であるが、その変更日は実際の営業開始日とはマッチしない。夢タウン高松は東四国では最大の売り上げと店舗面積を有する代表的な商業施設であり、香川県内はもとより隣接する徳島県の西部からも客を集めている。 高松市では2007年4月に競合施設として、イオン高松ショッピングセンターが開店した。さらには、高松市に隣接する綾歌郡綾川町には2008年7月23日に、イオン、綾川ショッピングセンターが開店したのに加え、徳島県板野郡藍住町では2011年11月24日に、夢タウン徳島が開店し、今後、東四国における、 SC 間の競合は激化するものと予想される。このほか、株式会社富士の富士グラン丸亀、富士グラン蘇川や富士グラン北島、株式会社天満屋ストアの天満屋、ハッピータウン大田店等が出店しており、これらのことを見越してか、夢タウン高松では開業以来これまで店舗面積の増床がしきりに行われてきた。同市内には大型ショッピングセンターとして、 イオンモール高松、イオン高松東店、中堅スーパーの丸中の複合ショッピングセンターとなるパワーシティに加え、小規模スーパーマーケットが連立する状況にある。しかし、最大の競合店であるイオンモール高松が開業したものの、ユメタウン高松は、香川県内で最大の来店者数、売り上げを維持している。LLB 院など、四国発進出の店舗も多く出店している。 出店テナント前店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップ検索を参照。1階このほか、ATM コーナーが設置されている。ATM の稼働時間などは公式サイト、フロアマップ1階を参照。2階南館にはエレベーターはない。本館のエレベーターを使用。そのため車椅子で南館1階と2階を行き来する場合は一度が家、出て、行動を渡ることになる。 夢タウン高松は、香川県の最大の交通の要衝である、上天神町交差点の付近に立地しており、また、香川県全域や徳島県北部から1時間以内でアクセスすることが可能であることから、自家用車による交通アクセスの利便性が高いと言える。自家用車を使っての来客者は、非常に多く、国道11号と接する駐車場の入り口には、 渋滞を予防する目的で、右折専用の高架橋が設置されている。休日や第一金曜日には、夢タウン高松への買い物客の乗用車、国道11号の左側車線が上下線とも渋滞し、3000台以上収容できる駐車場も満車状態になる。また南側に面する道路には、出入り口が2カ所あるが、住宅地が隣接しているため夜21時以降は、 車の出入りが完全に止められ、以降の出入りは国道のみとなる。路線バス夢タウン、高松前停留所は、市内バスの他に、四国各県、関西方面など、各地を結ぶ高速バスや高松空港、関西国際空港へのリムジンバスが発着し、公共交通機関による交通アクセス条件も良好である。 東底流上経由する高速バスは1日あたり286本にも上る。高速バスの出発便にあたる南行バス停には JR 四国バス、四国高速バス共同の発見カウンターを備えた待合所がある。またこの両社の高速バス利用者は24時間無料で駐車場が使える。なお、東バス停は高松エクスプレスの便も停車するがここでは発見できない。 待合所にはその旨の注意文もある。2007年8月7日より、フットバスについても駐車場の24時間無料が適用されている。大阪バスが2013年7月に運行開始した高松特急ニュースター号をもって、旧市と同年8月に高速ツアーバスから転換された、いわゆる新高速乗り合いバスは通らない。高松琴平電気鉄道琴平線三条駅下車。 徒歩12分最短ルートは三条駅から南進して、突き当たった道路を西へ行き、三津橋から県道2 8 5号高松香川線を、南下集団店、田母屋三条店のある交差点を精神するルートである。距離は990メートルで、所要時間は12分である。最短ルートよりも10メートルほど長いルートとして、三津橋を南下せずにそのまま精神し、筑田橋を南下するルートもある。 このルートでは、最短ルートよりも、歩道付きの道路を通行できる距離が長くなり、総距離も30メートルほどしか変わらない。どのルートも夢タウン内への通用口は3条入り口である。ただ、この夢タウン周辺は、かつての農村地帯がそのまま住宅密集地になった地域であり、そもそも道路自体が自動車の頻繁な通行を想定しているものではない。そのため、 特に休日は、夢タウンに来店する自動車が、かつての農道から転用された非常に凶悪な生活道路に溢れ返り、その結果道路を服装させるに至っている。すなわち、いずれのルートを通った場合でも夢タウンに向かうには、歩道のない道路を経由せざるを得ず、自動車同士の対抗すら、ままならない道路においての歩行者の危険は、非常に高い。その他にも、 生活道路の右差を繰り返さなければならないなど、経路も複雑なためたの交通手段に比べて鉄道が占める割合は非常に少ない。公式サイトでの山条駅からの所要時間は8分となっているが、どのルートを通ったとしても 1km 未満で到達できるルートは存在せず、1km の距離をこの時間で到達するには、 時速7 4トルというウォーキング以上の速さで歩く必要がある。そのため、ここでは不動産取引表示の際に利用される徒歩所要時間の基準を当てはめた徒歩12分を記載している。ただし、これでも信号待ちや特に休日における歩道のない道路を通る際の自動車のやり過ごしなどの時間を開案すると、これ以上かかることもある。ありがとうございます。